わかりました。私も感じます。流れ域に潜むかすかな不安を。今週に何かが起きています。あ、漂白者だ。おかえり。研究員が大量の無音区異常を探知した。場外に向かうつもりなら注意して。デバイスの手入れは丁寧に。それと配布された防護装備も忘れずに。あと体には気をつけて。それじゃあ、私実験があるから。まあ、白紙っぽいね。でも、気遣いが下手な感じもなんか可愛い。まあ、いつものことだって。それより漂白者、何があったのか教えて。フラクトシデスの野郎、本当にムカつく。キエンとレイ、それと核はどういう関係にある？関係？私は知らないな。キエン将軍って確か軍医だったんだよね。はい。ですが、お二人の関係をお話しする前に、少し今週の歴史について紹介する必要がありますね。劇場近くにいる講談師から聞いた話ですが、婚礼院は祭主の核が選んだ州の主。その歴代の霊院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、霊院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、腕刀の戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双選手が散らばった兵器の念を取り込み、亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは予期の元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ、決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の慟哭と怪物の咆哮、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双選手と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は用として知れぬまま。絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは、雷鳴のごとく炸裂した龍銀。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末予期を導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は、数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り、大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今週だが、祭主がようやく重い腰を上げ霊院を決めたこともあり、祭主と新しい霊院の下で今週は明るい未来をたどると、皆そう信じている。
そんなことがあったのか。そりゃ何か秘密の選抜基準でもあるのかな。人と神の間にある絶対的な違いが生み出す不価値の基準みたいなものがあるのではないでしょうか。確かに明日突然核が私をレインに選んだとしても。おっしゃりたいことはわかります。本来青春を謳歌すべき時に何の前触れもなくレインに選ばれてしまった彼女、確か着任してすぐはその能力を疑う声も多く聞かれました。まだ政治を知らない子供だから、実績があっても人を従わせる威厳には欠ける。結局彼女を信じた人たちはただ核の選択を信じただけなのかもしれません。実際核もなかなか人を見る目があると思うよ。これまでのレインたちはみんな全知全能文武両道だからね。こんな短期間で今週を発展させたレインはきっとすごい人に違いない。私だったら書類の作成だのサインだのって聞いただけで、なんだっけ、そうだ、大物の器ってやつだよ。もしかしてレイン様から漂白者さんに関わる手がかりが得られたのですか。ブラックショア聞いたことないな。交流の地図にもそんなとこないし。この黒い花、写真だけでは私の能力でも情報を引き出せませんね。そうですね、フラクトシデスは闇の中、それに北楽の原もあまりに危険すぎます。でも写真一枚で人探しですか。だったらリンバーさんに聞いてみようよ。リンバーさんは商業区域で盆栽店をやっています。花にそんなに言われると恥ずかしいじゃん。リンバーさんも講談が好きなんだ。さっきもどこかで見た気がする。とりあえしましたか。あ、すみません、まずは自己紹介ですよね。交流の監視、あのご孔明はかねがね伺っております。お、そうなのですか。でもあの子はあなたが好きと言っていましたよ。植物は嘘をつきません。私は信じてます。だからあなたたちも悪党なんかじゃありませんね。こんにちはベリーナちゃん。私はシカ、こっちはヤンヤン、あと漂白者。今日はリンバーさんの紹介できたんだ。あなたたちのことはリンバーさんから聞いています。この子たちも普段はバーさんの案内をお願いしてるんですよ。ところで皆さん何かお困りですか。お手伝いしますよ。私たちある特別な花を探しているんです。ふむふむ、確かに特別な花ですね。こういう真っ黒な花は大抵誰かによって手を加えられたものですが、そうですね、形と性質から考えるとあやめ。花びらの形はこの黒い花と近い楕円形ですが、スミレは花びらの形が明らかに違うのでハズレですね。独根草は花蕊がもう少し短いし花びらの数も1枚少ない。あとレモングラスと呼ばれるネオユニオンの植物があります。交流の皆さんにはあまり馴染みがないものですね。花蕊の長さは一緒ですが円錐形に花が咲くことを考えるとこれも違いますか。花冠もラッパ状ですし。忘れるところでした、大御町です。でも大御町には特徴的な花柄があります。知らなかった、これは勉強になったね。とにかくこの黒い花は本当に特別で
似たような植物はほとんどありません。だからこれは人工的に作られた。それにこの十字の果敢、かすかに反響エナジーの影響が見られます。おそらくこれは珍しい反響植物で、共鳴能力に影響された植物の。でも写真だけではどんな土地でどんな共鳴能力に影響されたのかまでは判断できないですね。こっちも手詰まりか。花の性質はわからないし、花を身につけた人は見つからないし。あ、だったらさ、私がこの花を持ってればその組織の人だって思われないかな。しか、え、どうしたの？私はただこの花を。この黒い花はブラックシュアメンバーの証でも、一般人にはちょっと変わった花にしか見えない。なのでブラックシュアのメンバーが昆虫城にいたら、この黒い花を身につけてるだけで向こうから接触してくるかもしれません。あー、確かに。でもこの黒い花って作れるものなの？あの形だけでしたら一応作れますよ。例えばこう。マジか、すごいすごい、写真のまんまじゃん。それほどでも。いや、ほんとすごいよ。ねえ、もう一回やってみて。もっと見たい。漂白者さん、気づきましたか？さっきから見たことのない黒い花びらが落ちてきてます。あ、それに流れ息も乱れている。誰かいます。別行動なんてダメです。危険すぎます。わかりました。私はシカと一緒に黒い花をつけてブラックシュアメンバーを探してみます。漂白者さん、くれぐれも用心してください。どこかな？私を探してる。見つけた。あなた、本当に面白いね。漂白者さん、お帰りなさい。さっきまでシカと一緒に黒い花をつけて街中を歩いていたのですが、挨拶みたいなのは多少。お、さっきの美人さんじゃない？あれ。あ、本当だ。君可愛いね。もうからかわないでください。あ、シカが不審者を見つけたみたいですよ。ほら、あの人。漂白者か。いいところに。こいつ商業区域でこそこそ嗅ぎ回ってて、なんか怪しいから見張ってたんだ。で、さっきまで探し物をしてるちっちゃい女の子と一緒にいたんだけど、その子急にいなくなっちゃったんだ。これってやっぱおかしいよね。根純院鹿だ。そこのお前、路上活動の許可証を見せてもらおうか。許可証？
私、しがない情報屋で名をアールトと申します。今は気ままに旅をし、皆さんにお力添えを。はい、無許可ね。となると店舗も持ってないってことかな。て、店舗？情報商売に店舗って必要なの？なんですか？はあ、じゃあ団体活動許可証を見せてくれ。ま、待て、うちは信用第一、明朗会計、どんな情報でも取り扱っている優良店。なんならここに大陸名情報屋賞受賞賞だって。明確な業務実態がない、つまり違法営業だね。オタク、責任者は？ちょっと呼んできてよ。身分証ぐらいは出してもらうよ。責任者？あのお方はとっても立派なお方なんだぞ。それはこの星と共に誕生した古き存在、いわば星そのものの意志、世間万象を映す鏡。だから責任者を呼べ、責任者を。ああ、もうここまで言ったのにまだ信じないの？おかしい、ありえない。はいはい、信じる信じる。状況はよーく分かった。じゃあとりあえず署まで来てくれ。頼むよ、五章だよ。俺はただ人を探してただけで。こんな感じの子供で、人混みに紛れてても一目でわかるような。どんな感じだよ。ほら、君がさっき言ってたあの子だよ。ああ、そう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 、まさにそう。ってあれ、なんで君が知ってるんだ？神様がよ、心配かけさせやがって。おい、何するつもりだ。ジオインさん、俺が探してたのはこの子だよ。あんた、アンコちゃんだね。この人を知ってる？うん、アンコ知ってる。無免許営業で、金の亡者で、盗み聞き大好きで、子供をいじめるのも大好きなアンコ。あんこちゃん、俺言わなかったっけ？おじさんはやめて、俺まだピチピチなんだけど。ベリーナさん、これはどういうことですか？裏山から帰るときに崖のそばで偶然出会ったんです。それも毒キノコを食べてる真っ最中に。なんとか薬の調合が間に合ってよかったですよ。出ないと恐ろしいことになってました。あんこの心配してくれてありがとう。でもこういうのは慣れっこだからね。あんこちゃん、どうして一人でそんな危ない場所に行ったのですか？大丈夫、全部言ってみよう。それはこのお姉ちゃんを見張るためさ。変なアニメでも見たのかな、アンコちゃん。皆様方どうかお気になさらず。ねえアルト、アンコに行けって言ったのアルトだよね。なのになんかみんなの目やばいよ。だからあんこちゃん、そういうこと言っちゃダメなんだって。はあ、しょうがない。こうなったらもう素直に打ち明けるしかないか。
ここへ来たのは仕事のためだ。それも非常に重要なね。なんせアンコ、ワルト待って。じゃあな、こっちには世界を救う使命があるんだよ。待て。逃がすわけには。私は居住区域に行ってみます。くっそー、あいつわざとやりやがったな。私は巡念所に行ってくる。地の利ならこっちのもんだ。ここも分かれ道ですか。広場の方は私に任せてください。そっちは頼みます。分身の感覚が狭くなってきた。どうやらこの通りの一番奥にいるようだ。待ってたよ。逃げるなんてとんでもない。最初から本命は君だよ。お姉ちゃん遊ぼうよ。アンコとアルトおじさんは悪いようにしないからね。ほどほどにしとけアンコ。お客さんを脅かしすぎだ。アルトには言われたくない。アンコだって普段こんなことしないからね。まあそう警戒するな漂白者さん。ちと聞きたいことがあってね。あの二人に花を身につけて街を歩いてもらうってのは君のアイデアかい？あの花自体は素人を騙し通せる素晴らしい出来だ。この俺も素直に拍手を送ろう。植物系共鳴者ね。植物系？だったらあんこも一人知ってるよ。そうだな、別に驚くことじゃないか。では聞かせてもらおう。君はなぜブラックショアを探す？いいね、分かってるじゃないか。交流にこんなことわざがある。釣られるものは釣られに来たものだけ。つまり君は合格だ。君が探してた人はなんと目の前にいる俺たちでした。どうだい、なかなか有益な情報だったろ。がっかりしないでよ。ブラックショアってそんな嫌なイメージでもあるのかな。何やらブラックショアに聞きたいことが山ほどあるようだが、まあ前にも紹介した通り俺は情報屋を生業にしている。だから俺も商売人の端くれ。俺の情報には対価が必要だ。つまりだな漂白者さん、俺たちはただ君と取引がしたいんだよ。君には一緒にある測定の遺跡に潜り、ある信号塔のデータ回収に協力してもらいたい。それが終わったら俺たちの知る全ての情報を君に教えよう。他にお求めの情報が手に入るルートなんて君にはないと思うけどね。はあ、仕方ない。せっかくのご新規様だ。ここは出血大サービスといこう。これは手付金、そして贈り物だ。ブラックショアにとってのこの花の意味を知った君へのね。俺たちのことが信用ならないのならあの植物に詳しいレディーに見せてあげてくれ。それでもダメならアンコ今だ、あの脳殺ポーズを。お姉ちゃん、こんな可憐なアンコちゃんを断るなど誰にもできまい。そうだろう、じゃあ決まりだ。延長の沼近くの中枢信号塔で待ってるよ。あ、
一応一人で来てね。漂白者見つかった？うわ、マジか。全然そんな風に見えなかったけど。やっぱりこの黒い花は反響植物の一種です。それに含まれている反響エナジーはとても独特で、エナジーレベルも普通の反響植物と比べ物にならないくらい高い。ってことは本当にそうなのか。チェ、あれがブラックショアかよ。逃げ足の速いやつ。彼らと何を話したのですか？食堤遺跡、長年放置された科学研究機関で錆びれてるということ以外、しかし現在延長の沼で気象異常が頻発していて。もうやんやん、そう心配するなって。漂白者の実力は私たちが一番よく知ってるだろ。わかりました。私は研究員に連絡してあなたのデータを中枢信号塔経由で延長の沼近くの信号塔に転送し解放させるよう手配してみますね。ここ最近無音区の動きが活発になっています。必要ならいつでも呼んでくれよ。速攻で駆けつけるからさ。よっ、来たな漂白者さん。座標は君のデバイスに転送しといたよ。ここからは共同作戦というわけで、作戦前のブリーフィングを始めよう。測定とは極めて神秘的な科学研究組織。その世間に広く認知されたのはやはり彼らによるわけのわからん実験の数々だな。延長の沼で七彩の黒い光が輝くのはなぜ？湖から浮かび上がった輪っかは怪獣の仕業？漆黒の夜に空を舞った若い研究員が消息不明に。まさかあれもこれも誰かに仕組まれた陰謀なのか？あれれ、もう寝る時間？あんこまだ眠くないよ。もう話読んでくれるの？悪い悪い、いつもの癖で。でも大事なのはその後。ある日を境に食堤のメンバーは全員急にいなくなった。食堤の責任者である老教授はわしの実験成果か？欲しいんだったらくれてやる。探せ、このわしの成果をそこに置いてきた。どうだい漂白者さん、好奇心がくすぐられるだろう。待ってくれ、今回は本当に大事な任務があるんだ。レインさんから俺らブラックショアの役割は聞いたよな。俺たちは信号塔を世界各地に設置した。悲鳴のデータ収集、分析、そして予測を行うためにな。交流にはこういったことわざがある。小さな誤差でも重なればいずれ大きな失敗を招く。だが測定のメンバーの失踪後、測定区域に設置した信号塔に損傷が出た。で、少し前にブラックショアのテティスの一部に異常が発生した。その原因は測定区域の信号塔の破損にあるかもしれない。だからこうしてこの足で測定に出向き、実際に調査するってわけよ。今回の任務は信号塔の回収だけど、ひょっとしたら珍しい宝をゲットできたりするかもな。アールト、あんたの考えはあんこでもわかるよ。まだガキンチョのあんこにわかるもんか。さあ行くぞ。
なるほど、食帝の奴らは疎開飴の再現を試みていたのか。それもここまで進んでいるとはな。疎開飴とは天空界から生み出された現象、いわゆる高密度の反響エナジーだ。反響エナジーはあらゆる時空の事象を記録できる。だからそれでできた疎開飴に濡れると雨が記録した様々な過去を見ることができるんだ。おそらくさっき外周部で見た雨みたいなのはこの研究の成果なんだろうな。それと一般的に疎開飴は3つの段階を経て形成されると言われている。そして今見たのが第2段階、底流。俺は疎開飴を研究している人を何人も知ってる。執念深い奴らだよ。みんなある事件もしくはある人に固執している。それにしても測定の研究はスケールがでかいな。そこまでして探求する秘密とは一体何なのか。実ここの電力システムは死んでないはず。手分けして探そう。イエーイ、めーちゃん出発。行こう。変なものばっか作りやがって。信号灯のシグナルはこいつの体の中。まさかあれを飲み込んだってのか。どうもおでえてに話せる相手じゃない。この戦いは避けられないな。アンコとアルトはいつも通り？ああ、いつも通りだ。しじゃあこの大きいのはあんこがもらっちゃう。黒目白目いくよ。こいつの弱点にこいつの弱これだ。こいつの弱点はどれだね。そうか、こいつの体は無理やりくっつけた金属パーツでできてる。関節部を狙え。落っこちたパーツで攻撃して、この図体だけのベクトグラインをぶっ潰してやろうぜ。やっ、これ楽しいね。行くよ、隙だらけね。ふん、これも音の力ね。燃えろ。そう、バイオミメティクス。えい、あんこの力を見せてやる。やっ、転んじゃった。フグ、行くよ。よっ、気をつけましょうね。植物だって生きてるんです。上がり。ふふん、あんこはできる子だからね。でもこのどうしてここに現れたのかな。前の調査によると延長の沼にいる食帝のメンバーはこの組織の一握りだけなんだろうな。おそらく何かしらの神の研究の最中に過激な手段を取ったせいで追放されたんだ。それでも研究を続けた彼らはあの神がかつて延長の沼にいたという証拠をつかみ、だがそれも失敗に終わる。そして次に打った手段が神の模倣、つまり偽物の創造だ。彼らはその偽物に周波数とデータを無制限に投与した。その結果
食への渇望だけが残った怪物が生まれてしまった。食帝メンバー失踪の犯人はおそらくこいつだ。それと研究員日記に出たあのフラクトシデス観察、おそらくそいつとも何か関係がある。結局ここにいた人たちはかつて経験した神業を証明することにとらわれ、作り出した怪物に見入られ、自ら破滅する道を選んだ。怪物に食われたじゃいささか足りないな。執着と狂気に飲まれたが表現として真っ当だろう。まさに狂人だよ。さて約束は果たさなきゃな。ブラックショアについて何を知りたい？俺はブラックショアの下っ端、協力者に過ぎない。だからだが、今から伝えるこの情報は今回の報酬にふさわしいと自信を持って言える。これは君の初めての目覚めではない。前の君はブラックショアで目覚めた。漂白者、俺らの目的は今の君たちと同じだ。お互い名識と悲鳴を消すために動いている。そうだよ、アンコは断言する。名識は悪の根源で、アンコとアールとは正義の仲間だから悪をやっつけるの。もちろんこんな話をすぐ信じろ、今すぐ味方になれなんて言うつもりはないけどね。この前あげた花はちゃんと持ってるか？あれはメンバーの証、そしてブラックショアに至るための鍵だ。いずれ使う時が来るはずさ。まあとりあえず信号灯も回収したし、食帝の秘密も暴いたし、今回の任務は完璧って感じ。やっぱり君を頼って正解だった。これからも一緒に仕事する機会があるといいな。おっとっと、先に信号灯をチェックした方が良さそうだ。万が一変な故障でもされてたら。待て、これはそんなはずは。ねえアールト、待ってよ。雷だ。どっかんどっかん、雨が降れば傘を差して。違った違った、アールトが言ってたのはこんな雨が降ってたら速やかに隠れろだっけ。違う、この雨は本物の疎開雨だ。